黒田官兵衛、中国大返しや九州征伐、小田原城の無血開城など、秀吉の天下統一に貢献。その卓越した才能から、次第に秀吉に警戒されるようになります。竹中半兵衛、天才軍略家の一人、稲葉山次郎。一日で乗っ取る、しかもたった16人という。その後、出世街道まっしぐらの秀吉をサポートしていきます。山本勘助、築城と情報収集能力に長けており、信玄にスカウトされた赤眼の軍師。最後は作戦が上杉謙信に読まれ、討ち死に。小早川隆景、毛利元就の三男、水軍を率いて厳島の戦いで活躍。時勢を読む能力に長け、毛利家を支えました。大元摂斎、今川義元の功績のほとんどが摂斎のとまで言われてます。武田、北条、今川の三国同盟締結に尽力、今川家を大国に導きます。